リヒャルト・マルティン・ビル・シュテッターは、クロロフィルの構造の決定や、他の植物色素の研究により1915年にノーベル化学賞を受賞したドイツの科学者。また、ミハイル・ズベットとは別に、ペーパークロマトグラフィーを開発した、カールスルーエのユダヤ人の家に生まれる。カールスルーエで学校に通っていたが、一家がニュルンベルクに引っ越すと、 高科学校に入学。18歳の時ミュンヘン大学に入学して、科学を学び、15年間そこに在籍した。科学科でアドルフ・フォンバイヤーの下で学んで、1894年にコカインの構造の研究で博士号を取得。その後は研究員となる。バイヤーの助手として、アルカロイドの構造の研究を続け、いくつかを合成した。 1896年に講師となり、1902年に臨時教授となった。1905年に中立飛行科大学の教授になり、クロロフィルの研究を始めた。彼は構造を解析し、血液色素であるヘムがクロロフィル中で見つかった、ボルフィリン化合物に類似していることを示した。ついで1912年、ベルリン大学の科学教授とベルリンの カイザービルヘルム科学研究所の所長を務め、花や果物の色素の構造解析の研究をした。第一次世界大戦によって研究が中断された時、フリッツハーバーの要求により、ガスマスクの開発をした。1916年にビルシテッターは、ミュンヘン大学のバイヤーの公認になった。1920年代には、酵素反応機構の研究を行い、 酵素が生物的な有機物でなく化学物質であることを証明するために多くのことを行った。1930年に誤りが証明されるまで酵素が自然界の非タンパク質であるという彼の見解は広く支持された。ユダヤ人であった彼は1924年に反ユダヤ主義の圧力に抗議しミュンヘン大学を辞職した。 その後国内外から役職などの申し出があったがすべて断り、ミュンヘンで陰遁生活をした。1939年からは、スイスのロカルの近郊に移り住み、亡くなるまでの3年間は自伝を書いて過ごした。1942年、心臓発作で死去。自伝をお住まいにムレーベンがドイツで出版されたのは1949年のことである。 1965年には英訳されフロムマイ、ライフとして出版された。ありがとうございます。